明治時代、文明開化の動きが起こると港を起点とした鉄道の一大拠点が誕生しました。それがこの神戸駅。1874年5月11日、神戸と大阪間をつなぐ鉄道が開業しました。お客様や地域とのつながりも支えられ、今年150年を迎えることができました。これまでもこれからもどこまでも、そのレールの先にはきっと新しい明日が広がっていく。今日も鉄道はあなたと明日をつないで走り続けます。明日までしばらくお待ちください。Thank you.